どの手調子はどうですか？まあ、あんま慣れてないんでやめてください。頑張ります。ループで行けばループ。あの昨日ね、はい、じゃあすいません、こんにちは。どうぞ。ちょっとあいにくの天候で、こう、はい、じゃあ終わった。よし。あ、ちょっとずつ上げてか、上げてか。意識的にね、心拍数上げていこう。おお、うまい。そしたらもう一回普通のスクワットに戻りましょうか。あっち向いて、あ、こっちカメラ向きにしましょうか。いや、別にどうでいいよね。そんなね、そんないいよ。じゃあ、あっち向きで今の動き意識して、ちゃんと左膝から左足に体重乗るように。オッケー。鬼トレ。鬼トレ。ここからじゃあ12分半のゲームを3クォーター。はい。じゃあしっかりこうお互いのゴール前のところに捉えながらプレーしましょう。はい、じゃあ。よし、行きましょう。この前の自分のポジションはあれ感じてなかったですか？感じてなかった。信じてなかった。あるここな。いや、あれあるんすよ。あれあるんすよ、マジで。このコースはあるんだけどな。いや、いや、気がつけた。こうシュート行くふりしても、いや、あそこ空いてますよっていう。あるみたいな。いや、もう。覚えた覚えた。一応あああれがあるっていうか。すいません。プレーの幅あるんですよ。大勢さんが僕横ちょん出してくれてシュートっていう。いい流れはできたんですけど、ちょっとさ、文句言うとしたら最後気持ちよくなってずっと前に残ってたよ。最後の、スプリントバックした4人の流れ、僕いましたから。あ、いた、いたっすよ。当たり前だから。よし、お前真ん中なんだ。ねえ、当たり前だよね。何言ってんの。あっちか。いや、何言ってんすか。関係ないじゃないですか、やっぱ芝居終盤は関係ないけど、そこはコーナーから守った後に、うん、やっぱ海外組は行っちゃうじゃないですか、みんなでスプリントして。そう、行くよ。行くんだけど、そこにセンターバックが 100% いなきゃダメでしょ。なんか、セルヒオ・ラモスとかピケとかも行くからいいかなと思って、たまに。いや、みんな、上がるの全然いいんだけど。ね、ゲーム中だったし、やっぱ。分かったでしょ？え？今日分かったでしょ？今日分かったっすね。メッセージ分かったでしょ？崩し方の。メッセージ。ドン、でもあれ、あそこあれ、あれ完璧っすよね。そうそうそう。あの、なんだっけ、フィニッシュワーク。当てて、はい、フリック当てて、青い子割れ下で行きたかったんですけど、このせいやいいけどさ、下厳しくないですか？厳しくないかな。じゃあちょっと体も冷えてると思うので、はい、お疲れ様でした。まずこうゲーム、例えば今週だったら明日にやっぱりつなげなきゃいけない、そういうのは大事にやっていきましょう。あとコンディションね、いつも繰り返しになるけど大事にします。はい、まあ、今週ハードな練習が続いているので、しっかり明日の試合に向けていい準備していきましょう。